はい、皆さん、こんにちは、マングです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、久々の動画内容になります。桜大戦関係の、コスプレをしてらっしゃる方の、画像をですね、ご紹介したいなというふうに思います。今回ご紹介するのは、ななみんさんという方です。要するに今回のそのコスプレイヤーの皆さんの紹介動画ってことなんですけど、1回目、記念すべき1回目は、あやぽさんでした。はい。だからあれからもう1年ですね。ちょうど、ほんとちょうど1年ぐらいで、もう早いっすね。で、あやぽさんのその動画作って、で、そうしましたところ、大好評だったんですよ。ご本人からもすごく喜んでいただけて めっちゃありがたい話なんですけど、でですね、引き続き、その要するに第2弾、第3弾というふうにいきたいなと思って、でですね、ツイッターでいろいろ探していたんですよね。で、そうしましたところ、ななみんさんの、コスプレ動画を、コスプレ画像をですね、見つけることができました。そちら、なんだっけな、クラリスだったかなと思うんですけど、もうね、そのクラリス、かわいいなと思って、かわいい。かわいいコスプレイヤーの方いらっしゃるなーなんて思って、それで見てみたんですよ。でもって、ほんと早速、ツイッターのその DM でですね、コンタクトを取りまして、で、もしよろしければ、画像をちょっと使わせてもらいたいんですけど、よろしいでしょうかといったような、そういったことをですね、問い合わせてみたんですね。で、そうしましたところ、ななみさんが、もうね、快く OK してくださいまして、いいですよって感じで、とです。それで、この画像を使わせていいですかみたいな感じで、一個一個、確認していくような感じだったんですけど、ですね、そういうふうなうちに、ななみさんの方から、ツイッターではまだ公開してないんだけどですね、こういった画像もありますよ、みたいな感じで、ご提案してくださったりとか、そういうことがあって、で、そんなようなやり取り、要するにやっていたんですよ、DM で。で、そうこうしてるうちに、私、驚愕の事実を知ったんですけど、そう、このななみんさん、男性の方でした。びっくりしました、私。あまりにも可愛いし、綺麗だから、ええーと思って、本当わかんない。だから本当、なんつうのかな、コスプレって性別を超えるんだなっていうぐらいね。だってほら、ね、クラリスなんて言ったら、その桜大戦のね、キャラクターは本当全体を見てみても、本当女の子中の女の子っていうか、もう典型的な女の子っていうか、そういう感じじゃないですか。可愛い、めっちゃ可愛いタイプじゃないですか。要するにほら、ちょっとボーイッシュな感じのレニだとか、カンナとかね。あとそうですね、初歩ちゃんだとかといったような、そんなような感じではなくて、ほんともう可愛らしい女の子のような感じをね、できちゃうんですよ。だからやっぱりね、そうで、ななみんさんって、あれですよ、本当にね、ツイッターでですね、要するにそのコスプレ前の、自分のなんつうのか、すっぴんとかそういったものも、公開してらっしゃるんですけど、やっぱりイケメンですよ。かっこいいですね。やっぱ相手中性的な顔がやっぱいいのかなって感じしますね。やっぱりなんか羨ましいですよ。なんかいろいろできますもんね。なんか、私みたいな、ね、コテコテの男顔だから、ひげもなんかこんな生えちゃってるような感じだし、ダメだ、これまた剃らなくちゃいけないな。で、またほら、田中浩平先生との、誓いがあるから、ね、また剃らなくちゃいけないんですけども、そう、自分のようなね、濃い顔とまでは思わないけど、自分がやっても多分似合わないだろうなっていうのが。しかもなんか太ってるし、なんかデブだしっていうのがあって、申し訳ない、すいません。もうですね、やっぱ何が一番いいかって言ったら、やっぱご本人がすごくね、めっちゃ楽しんでやってらっしゃるんですよね。それがね、ツイッターを通して、そして写真を通してね、伝わってくるんですよ。なんかいいなっていう、感じですね、やっぱり。で、またそれがね、すごくね、可愛くてね、似合ってるんですよ。で、またこの、ななみんさんの特徴ってことになるのかな？ほら、要するにほら、コスプレイヤーの方って、要するに衣装だとか、もしくは小道具とかっつうのをほら、自分で作るじゃないですか。もうガチのコスプレイヤーの方で、衣装かなんかをね、出来合いの、要するに既製品かなんか使うって人、あんまいなくて、そう、それは知ってるんですよ。そう、皆さんなんかミシンだとかの技術かなんかちゃんと持ってて、なんつうのか、手縫いだとかね、そういったようなことかなんかやってて、あと、そう、小道具かなんかも自分でなんか、そう、自作しちゃうようなね、そういった方かなんかは多いんだけど、ただね、ウィッグあるじゃないですか、かつらですよね、ズラ。このズラをね、自作される方なんですよ、ななみんさんってのは。私ね、ツイッターかなんかちょっとチェックしていて、
去年ぐらいですか、ある日ちょっと見ていて、びっくりしたんですけど、アナスタシアのウィッグができましたとか、なんか写真をアップされてるんですよね。で、私それ見て、ってびっくりして、何アナスタシアのウィッグって、自分で作ってんのと思って、すんごいびっくりしちゃって。でもってですね、それを実際かぶって写真撮ってるんですけど、すごいんですよ。だから、わかんないんですけど、ナナミンさん、もしかしたらそういった技術かなんか持ってる、そういったことかなんか仕事にしてる人なのか、あるいはただ単に普通に趣味かなんかでやってんだけど、これだけの技術を持ってんのか、ちょっとわからないんですけど、いずれにしてもね、わかってることは、大変な労力ですよ。だって、一本一本植え付けていくわけですもんね、あれって。大変、だって、大変だろうと思って、リカちゃん人形ってあるんじゃないですか。あれってほら、毛を一本一本植え込むのってどうやってやっていくかって、なんか工場用ミシンかなんかでガッチャンガッチャン縫い付けていくんですよ。あまりにもやばい風景だから、とても見せらんないなんてことかなんか言ってますけど、ね、なんかなんて話をなんかこち亀かなんかで読みましたけども、だからあれだから一本一本くっつけていくってしても相当な本数必要だよっていう、これやばいなっていうぐらいね、もう、だから本当にね、キャラクターに対する愛情だとか、コスプレに対する愛情ってものがなくちゃね、絶対できないことなんで、うん、本当感服いたしますね、本当に。もうね、そういった形で、この、ななみんさん、男性なんだけど、もうね、頑張っていろいろね、本当も可愛いキャラクター、綺麗なキャラクター、いろいろ演じてらっしゃいますので、概要欄の方にななみんさんのそのツイッターアカウント貼っておきますんでね、リンクを。なのでぜひよろしければ、ツイッターしてあげてくだ、ツイッターのですね、フォローしてあげてください。本当に、もういろいろ楽しいですよ、見てて。私もね、たまにほら、フォローしてますから、流れてくるんですけど、情報がね、ああ頑張ってらっしゃるんだなと思ったからね、あれから1年、ちょっと時間かかっちゃって本当申し訳なかったです、本当ななみんさん、はい。というわけで、今回はですね、ななみんさんの画像を、使わせていただくということで、改めましてななみんさんにお礼を申し上げたいなと思います。ななみんさん、本当にありがとうございます。というわけで、要するに今回その、ですね、使用している画像というものはすべてななみんさんからご使用の許可をいただいております。というわけで、なんつうのかな、その画像、ほら、ツイッターのそのななみんさんのその画像だとか、この動画だとかね、そういったものかなんかを無断で流用するといったことは、ご遠慮願いたく、よろしくお願いいたします。もう必ずね、なんかほら、自分のツイッターの中でも、だとか、自分のブログだとか、自分の動画とかでなんか紹介したいななんていうことかなんか、もし思われたとしたら、必ずななみんさんの方に、コンタクトを取って、そういった使用の許可といったものかなんか、ちゃんと取ってくださいといった話です。といったことは、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、いよいよですね、ちょっと前置きがちょっと長くなっちゃったんですが、申し訳ない。ちょっとまだまだね、本当に語りたいこといっぱいあるんですけど、というわけで、ですね、このあたりで、ななみんさんの素晴らしきコスプレ画像、ご覧いただきたいと思います。では、どうぞ。
話。